オーストリアの物理学者イー・シュレディンガーは量子力学の立て役者の一人ですがその名を有名にしたのは実際には行われなかった実験でしたそれは猫にまつわる思考実験です猫を箱に入れて封印したとしますその際に一定時間内に50%の確率で猫を殺してしまう装置を一緒に入れたとしたら最終的に猫の状態はどうなるだろうかと問いかけたのです常識的に考えれば猫は生きているか死んでいるかのどちらかですがシュレディンガーによれば 量子力学に従うと箱を開けてみるまでは猫は生きていると同時に死んでいる状態だというのです箱を開けた時にのみその状態が確定します。それまでは猫の精子ははっきりとせず確率的で半々の状態なのです そんなバカなこれがシュレディンガーの見解でした量子力学はあまりに哲学的に矛盾しているとして自身が関わってきたこの学説を放棄して生物学に関する執筆へと転じましたバカバカしく思えるかもしれませんがシュレディンガーの猫は現実なのです実を言うと欠かせないものなのです量子的な物体が 同時に二つの状態であることが不可能だったとしたら、今レッスンを見ているこのコンピューターも存在しませんでした。重ね合わせという量子現象は、すべてのものが持つ波と量子の二面性の結果です。ある物質が波の性質を有するには、空間的にある程度広がっていなければなりません。つまり同時に複数の位置を占めなくてはならないのです。物質の波長はある程度の空間までには限定されますが、これを完全に定義することはできません。つまり様々な波長で同時に存在するのです。 日常の物質では、この波動の特性を目にすることはありません。その理由は、運動量が増加すると波長は短くなるからで、その点では猫は大きくて重すぎるのです。一つの原子を太陽系の大きさに膨らませたとすると、物理学者から逃げる猫の波長は、その太陽系内の原子と同じくらい小さくなってしまいます。あまりに小さくて、猫の波動的振る舞いを見ることはできません。しかし、電子といった小さな粒子は、この二重性の劇的な証拠を示します。 電子をついたてに開けた2つの細いスリットに向けて打ち出すと各電子は粒子のように振る舞いある瞬間に反対側のある一点で検知されますしかしこの実験を何度も繰り返して各粒子の軌跡を追跡していくと波動の特徴を示すパターンを示すのです一連の島これは複数の電子の存在する場所と何もないところに分かれています片方のスリットを塞ぐと この島はなくなくってしまいまいすそれでこのパターンは各電子が同時に双方のスリットを通り抜けた結果であることを示しています。一つの電子が左右の行く先を選ぶのではありません。左右同時に通り抜けるのです。この重ね合わせの状態が現代の技術へとつながります。原子核の近くにある電子は広がりのある波状の軌道に存在しています。二つの原子を互いに近づけると 電子子子はは一方方ののの原原に属しているのでででなく、間で共有されれます。す。これが化学結合の仕方ですある分子の一電子は原子 A または原子 B ではなく A プラス B に属し原子をさらに追加していくと電子はさらに広がっていき数多くの原子間で同時に共有されます固体の中の電子は特定の原子に結合しているわけではなく全ての原子間で共有され広い範囲に広がっていますこの巨大な重ね合わせの状態が 物質を通り抜ける際の電子の動きを決定して物質が導体か絶縁体か半導体になるかを決めます。電子が原子間でどのように共有されるかを理解することでシリコンのような半導体の性質を制御することができます。異なる半導体をうまく結合すると一つのコンピューターチップ上に何百万もの小さなトランジスタを搭載することができます。半導体チップと広い範囲に分布する電子がこのビデオを見ているコンピューターに動力を与えます。 インターネットは猫のビデオの共有のためにあるというのはおなじみの冗談ですが深くさかのぼってみるとインターネットが存在しているのはオーストリアのののの物理学者と想像上の猫のおかげなのです。<noise> 新たな思考実験に出会いたいならこの動画をご覧くだささい。さらにチャンネル登録で毎週新たな学びと出会いましょう。<noise>